こんにちは、ホタルアミキッズです。今回はこちらです。セリアさんで2024年の春夏糸を購入してきたので、こちらをご紹介していきたいと思います。今回も結構大量に購入してきました。いろんな可愛い糸がありました。新作とか新色とかいろいろあると思うので1個ずつご紹介していきます。今回は全部で6種類の新作新色を購入してきました。こちらがその中の一つのベイルという商品になってます。ペーパーヤーになってるんですけど、こちらが3色お店にあったので購入してきました。カラーナンバー1番、3番、4番となってたので、カラーナンバー2番が多分あるとは思うんですけど、お店にはなかったので、どんな色があるのかなっていうのはあるんですけど、とりあえず私はこちらの3色を購入してみました。こちらがまずカラーナンバー1番です。ナチュラルな感じのベージュっぽいカラーになってます。こちらのカラーはレシートにクリームと表記されてました。ナチュラルな感じのベージュっぽいカラーになっているのかなと思います。次、こちらです。こちらはカラーナンバー3番です。カラーはビターと表記されてました。ブラウン系のカラーになってるかなと思います。こちらがカラーナンバー4番です。カラーはオフブラックと表記されてました。もうしっかりした感じの黒になってるかなとは思うんですけど、こちらの3色がありました。つい最近まで本当に秋冬系統がいっぱいあった中で、ペーパーヤーンとか見ると本当に一気に夏だなっていう感じがするんですけど、こういう糸を使ってバッグとか帽子とか編むとすごく可愛いかなっていうのは思います。で、引っ張っても全然ちぎれない感じなので、ペラペラのペーパーヤーンとかと比べると編みやすいのかなとは思うんですけど、使用かぎ針の目安が5から6となっているので、5号でちょっと試し編みしてみようかなと思います。こういうペーパーヤーンって一回編んじゃうと癖がつきやすいかなっていうのがあると思うので、普通の糸と比べるとやっぱりすごく編みにくいっていうのがあると思うので、好みがはっきり分かれるかなっていうのはあるんですけど、こういうので一玉使ってスマホポシェットとか編んであげるとすごく楽しいかなって思います。糸がすごく寄ってあってしっかりしてるので、ペーパーヤーンの中でも編みやすいのかなって思います。よいしょ。今1段細編みで編んでみたんですけど、すごくしっかりしてて、本当にバッグとか帽子とかにおすすめな糸になってるかなと思います。一玉42メートルあるので、小さい小物とか、試しに一玉で編んでみるっていうのもいいかなと思います。次はこちらです。コットン糸いってみます。去年もあった糸になるんですけど、ロアンです。こちらの新色が5色あったので購入してきました。ちなみにこちらは去年
購入したカラーナンバー1番から7番になってます。これと今回出たのがこちらの5色になってます。これもね、順番にご紹介していきます。まずこちらはカラーナンバー8番になってます。カラーはホワイトになってます。去年カラーナンバー1番がオフホワイトなのかベージュっぽいカラーなのか、ちょっとカラーの名前がわからないんですけど、こういった感じのカラーがあったんですが、こっちはもう本当に真っ白な感じのホワイトになってます。次こちらがカラーナンバー9番です。カラーはピーチになってます。ダイソーさんに去年出てたコットナブルあったと思うんですけど、そちらのカラーで同じようなカラーがあったかなっていう記憶があるんですけど、すごい薄い感じの可愛いピンクになってます。で次はこちらです。カラーナンバー10番です。カラーはマンゴーというものになってます。こちらは去年あったカラーナンバー2番になるんですが、こちらも同じイエロー系なんですが、これよりちょっと濃い感じの山吹色に近いのかな、そんな感じのカラーになってます。こちらはカラーナンバー11番です。ピスタチオというカラーになってます。優しい感じのグリーンっていう感じです。ちなみにこちらもグリーン系なんですが、カラーナンバー6番、こんな感じで色味が違います。最後こちらがカラーナンバー12番になってます。カラーはライラックになってます。これもダイソーさんのコットナブルで同じライラックがあった気がするんですけど、ちょっと在庫が残ってないので比較ができないんですが、同じ感じのカラーかなーって記憶してます。今年のカラーはちょっと薄い感じの色が多いかなっていう気がします。新色が仲間入りして全部で12色あるので、いろいろ組み合わせとか楽しみながら編めるんじゃないかなと思います。次はこちらです。コットン糸続きで次もコットン糸になってくるんですけど、こちらはレピという商品になってます。この糸の中にすごくちっちゃく可愛いスパンコールが入ってるんです。すごくちっちゃいやつなんですけど、本当にこれ控えめに輝いてるそのまんまなんですけど、もうキラキラしすぎないでさりげない感じがすごく可愛いかなって気がします。実際に編んでみるとまたそのキラキラ感とか変わってくると思うんですけど、このキラキラの感じがすごく可愛いので、これで作品編んだらすごく楽しいかなってワクワクします。こちらは4色ありました。まずこちらはカラーナンバー1番です。カラーはパールホワイトという表記になってます。先ほどあったこのロアン、すごく真っ白な感じなんですけど、それとはまた違った優しい感じのホワイトかなっていう感じです。オフホワイトとかそういうのに近い気がします。こちらがカラーナンバー2番です。カラーはスチールブルーという表記になってます。こういったところにキラキラとスパンコールが入ってます。こちらがカラーナンバー3番です。カラーはウィスタリアっていう表記になってます。なかなか聞かない言葉なので、ちょっと発音が合ってるのかわかんないんですけど、カラーナンバー3番ウィスタリアと表記されてます。最後こちらがカラーナンバー4番です。カラーはソフトグリーンになってます。エメラルドに近いカラーなのかな、可愛い感じのグリーンになってるかなと思います。糸はこんな感じになってます。コットン糸の中にここにありました。本当にちっちゃいです。このコットン糸の中の1本にこれが通ってる感じで
キラキラと輝く感じがすごく可愛いかなと思います。糸は本当に細めで、かぎ針の目安は2号から4号になってます。今4号で編んでます。春夏糸はやっぱり細いのが多いので、細かい作業も増えてくるかなとは思うんですけど、普通のコットン糸の中にこういう感じでラメが入ってるので、これを活かして編んでいったらすごく可愛くなるかなって思います。次はこちらになります。UV コットン 100% です。これも去年あった糸で、カラーナンバー1番から6番があったと思うんですけど、今年はそちらに7番と8番が仲間入りした感じです。去年の糸もすごく柔らかい感じの優しいカラーがあったと思うんですけど、今回のカラーもすごく淡い感じで、こういう薄い感じの色が大好きなので、去年とはまた違ったカラーがあったので、こちらでまた楽しめるかなっていう感じです。でこちらがカラーナンバー7番になります。カラーはシルバーグレーになってます。紫外線遮蔽率は 96.1% です。次こちらがカラーナンバー8番になってます。カラーはグレープフルーツというカラーになってます。こちらの紫外線遮蔽率は 95.5% です。色によってこの遮蔽率が変わってくるのがまた面白いなって思ってます。次はこちらメルティという商品になります。この商品は前からあったのか今年の新作なのかちょっと私はわからないんですけど、お店には4番と5番が置いてありました。小商産業さんのサイトを見ると4番から8番が今年のラインナップみたいな感じで紹介はされてたので、店舗によってなのかもわからないんですけど、5色のカラーがお店にあるのかな。今回私はこの4番と5番を購入してみたんですけど、他のカラーもホワイトとかベージュっぽいカラーとかがあるみたいなので、そちらもまたお店で見つけれたらいいかなって思ってます。まずこちらはカラーナンバー4番です。カラーはパウダーブルーと表記されてます。こっちがカラーナンバー5番です。カラーはミスティーローズと表記されてます。すごい光沢感が綺麗な糸になってます。素材もレーヨン 100% なのでひんやりした感じがいいのかなと思います。最後こちらはフロットンという商品になってます。1番から3番まであったので3色購入してみました。こちらも光沢感がある感じで、こちらはリボンヤーンになってます。順番にカラーをご紹介していきます。まずカラーナンバー1番です。カラーはアイボリーです。次こちらカラーナンバー2番です。カラーはグリーンクォーツと表記されてます。こちらはカラーナンバー3番です。カラーはグレージュです。ツヤとドレープ感が美しい、ゆったり編むと綺麗な編み地に仕上がりますと書かれてます。こちらは使用かぎ針が7から8号が目安になっているので、春夏糸にしては結構太めのかぎ針で編めるのがいいかなと思います。ふんわりした感じでゆったり編んでいくと素敵な作品になってくるんじゃないかなと思います。今回はセリアさんで6種類の新作新色を購入してみました。まだお店に置かれてない商品もあったので、またお店にちょくちょく通って
他の糸もチェックしてみたいなと思ってます。こちらの糸を使ってまた作品を編んでいくので、そちらも見ていただけたら嬉しいです。最後までご覧くださりありがとうございます。